皆さん、おはようございます。ニーダーの役員ボ金田です。プレイステンのホギゾンについて解説します。ホービーの大地を再び照らせ。いろんなアクション、2022年、今年の2月18日発売。これはですね、人類文明に闇に包まれた1000年後のゲームの物語です。機械銃かける鍵か,かける広大なオープンワイルド、本当にすごいんです。装備としてシードウィークやブルーキャスター、潜水マスク、本当にあります。ホギゾンゼロダウもどうぞやってみてはいかないですか PS5 では色々変わりますね。3D オーディオ、アダプティングトリガー、パプティングフィードバックありますね。はい。こういうゲームおすすめですね。はい。さらにもう一つは、クランツーギモ。今年で25周年です。ブランドセントラル、まあ60周年の車すごいです。中古車ディーラー、カレッジ。あとは、チューニング、あとオートスケープ、そしてライセンスセンター。 ミッションチャレンジ、あとワールドサーキット、サーキット大会もできます。90種類以上満喫できます。というわけで、グランツーリモとえホリゾンでした。バイバイ。